今回はですね、C シャープの、基礎をやります。まあ、一番簡単な、まあ、C シャープになれるっていう動画にしたいと思います。で、まあ、インストールはちょっと自分でやってください。で、この画面までとりあえずいける方、で、その後どうしていいかわからないっていう人のために説明していきたいと思います。で、ちょっともう自分でいろいろ作ってるんで、こういうふうに出てきちゃうんですけど、まず最初は新しいプロジェクトの作成をクリックします。で、その時にですね、選ぶのがですね、下の方で、ドットネットですね。ドットネットフレームワークの C シャープ、Windows デスクトップっていう、これを選びます。で、次へを押します。で、ここで、プロジェクト名を入れるので、まあ、どうしましょうかな。テストサンプル1で作成します。で、こうやってフォームが出てくるんで、まあ、基本はですね、もう、まず最初にやることはですね、まあ、一番最初にここにフォームって表題が出てるんですけど、これじゃ分かんないんで、例えば何かやりたい時にテキスト変更にしますね、今回。で、まあよく分かんないと思うんですよ、最初。オブジェクト指向もよく分かんないでやっちゃっても構わないと思いますよ。で、このツールボックスっていうのがキーで、もう何をするにもですね、最初にこれ、部品を置いていくんですよ。こうやって。ボタンを置いて、ボタンと、あと、テキストボックス。この2種類。で、テキストボックスなんですけど、最初はですね、これ1行しか表示できないようになってんですよ。で、ここになんか変な、三角形のマークがあるから、これをクリックすると、マルチラインっていう風に出てくるんで、これで、まあ、複数行、まあ、表示できるようになるんで、ここにクリック入れるんですよ。そうすると、テキストボックスを大きくできるんで、これでね、複数行表示できるようになってるんですよ。これテキストボックスで。これがボタン1で。で、これがね、最低限、まあ、これだけあれば十分かなっていう感じです。で、ボタンを2回クリックしますね。で、そうすると、関数がここに作られるんですよ。これは、先ほどのボタン1をクリックすると、ボタン1をクリックすると、ここに飛んでいくんですよ。で、この名前がテキストボックスの1。だから例えば、テキスト、これで選べるんで、テキストボックスの1の点、まあテキストっていう、変数っていうか、なんて言ったらいいんでしょうね。これがオブジェクト指向っていうの、まあ構造体のメンバーだと思ってくれたらいいんですよ。C 言語はちょっと分かってほしいんだけど、こう、あの C 言語のストラクトの変数のメンバーですね。ここ、テキストっていうメンバーがあるんですよ。テキストボックス1にはテキストっていうメンバーがあって、そこに値を代入すればいい、書けばいいんですよね。まあ、例えば文章ですみたいなことを書いて、もうこれで終わりなんですよ。これでビルドをかけますね。ビルドかけたら成功するんで、これで開始をするんですよ。開始をしますね。で、ボタン1クリックすると、文章ですっていうふうに出るっていう。もうこれで、まあ一通り終わりなんですよ。簡単でしょ？ で、これをですね、あんまりですね、教科書とか読まないで、このぐらいだったらすぐできるんですよ。で、これで、今やったのは、
文章ですって出ますよね。で、これだと消したいですよね、この文章を。そしたらですね、ちょっとデバッグを終えて、ボタンをもう一つ追加します。横にね。ボタン2っていうのを。で、ボタン2をダブルクリックすると、関数がまた一つ増えてるんで、で、これで、テキストボックスの1点、クリアっていう風な関数があるんで、これは関数ね。これは関数です。で、こっちは変数です。メンバー変数。こっちがメンバー関数。で、これで、またビルドかけますね。で、成功。で、開始、実行しますね。で、文章です。テキストボックスに表示されました。で、ボタン2を押すと消えます。もう一回、ボタン1を押すと文章です。で、ボタン2を押すと消えます。っていう感じなんですよ。じゃあ今度、ちょっと変えてみましょうか。u in とカウント。こうしますね。で、フォームを呼び出したときにカウントを0クリアしときますね。で、カウントをボタン1がクリックされるたびに、まあ、インクリメントするとします。で、インクリメントした値をすぐにテキストボックスの1の点の、アペンドテキストっていう関数、メンバー関数があるので、これで、カウント、カウントのトゥーストリングっていう、これカウントは、アンサインドイントなんだけど、これをですね、まあ、テキストボックスに表示するのは、ストリング型じゃないといけないので、これで、文字列に直してくれるんですよ。カウントもですね、実はクラスになってて、そのメンバー関数のトゥーストリングっていうのをつけてあげると、まあ、カウントだけは、uint なんだけど、その後ろにドットトゥーストリングっていうのをつけてあげると、数字が、文字列になってくれるんですよ。で、それをですね、アペンドテキストっていうのは、テキストボックスに書いたテキストの後ろに、つなげてくれますよっていう関数なんです。で、これをですね、ビルドしますね。で、成功したんで実行します。で、ボタン1を押しますね。そうすると1回、2回、3回、4回、5回。で、クリア。で、6回目から始まっちゃうんですよ。で、これをちょっと直すのは、ここで、カウントイコール0にしてあげれば、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、クリア。で、もう一回1からちゃんと始まってくれるんですよね。っていう感じで、あっという間にアプリケーションが一つできたっていうことですよ。だから、まあテキスト、フォームの名前をなんかこれからやる目的のお題目にして、ボタンを1個配置してテキストボックスを配置しただけですよ。で、コードを書くときは、ここのボタン1をダブルクリックすれば、ここに飛んでくれるから、そこにやりたい、ものを、やりたいね、コードの内容を書くだけなんですよ。で、そういうふうにやって、次はこういうふうにしたいなと思ったら、まあ、一旦こう表示したものをクリアしたいなと思ったら、ボタンをもう一つ追加すればいいじゃんっていう話で、で、どん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 これがいろいろやりたいことがあれば、どんどんチェックボックスとか、このツールボックスから部品を選んで、まあ、ペタペタ貼っていって、ダブルクリックしたときに、まあ、ボタンなんかはダブルクリックすると、まあ、
そこの処理の関数に飛ぶんで、まあ、ここにやりたいことを書けばいいっていう、まあ、そんだけなんですよね。